おはようございます。きまちゃんです。今回なんですけども、本日9月27日日曜日ですね。2020年なんですけども、ここはどこかと言いますと、御嶽山田の原駐車場入り口ですね。今御嶽山にいます。山の日の出をね、今日は見に来ました。まあ、ピンとくる方はいらっしゃると思うんですけども、この9月27日っていうのは6年前ですね。6年前御嶽山が噴火をしまして、戦後最大のね、山の噴火の災害でして、560人近くの人が亡くなったりとか行方不明になったりとかしている山でございます。毎年この日は山の楽しさと厳しさをこう学ぶ日だと自分では思っておりますので、ちょっと今登っていきたいと思います。今ね、2時50分ぐらいなんですけど、日の出が5時半からなんですよね。頂上まで2時間3時間ぐらいあるんで、結構ギリギリで急がないと間に合わないんで、ちょっとさっさと行きたいと思います。綺麗な日の出を皆さん一緒に見てください。よろしくお願いします。はい、寒いな。でも今ね、8合目の避難小屋まで来ました。思ったより早く着いて、ちょっと休憩中ですね。1時間で来ましたね。9合目の避難小屋から以降は7時以降じゃないと上がれないみたいなんですよ。だから多分9合目の避難小屋から朝日が取れればいいなと思ってて、また結構時間があるんですよね。今4時なんで、またあと1時間半あるんで、長くここで休憩して頂上に行きたいと思いますね。頂上というか9合目の避難小屋まで行きたいと思います。まあ、5時半で日の出とって、そのまま頂上まで登るかっていうのもちょっと微妙なんですけど、ビデオのバッテリー次第かな。バッテリーが余裕ありそうだったらちょっと頂上も回って景色撮って帰ろうかなと思いますけど、多分日の出結構撮ると思うんで、来るまでに結構展望台とかね、行ったことないようなとこがあったんで、そっちの方のね、景色もね、撮れればいいなと思います。結構疲れました。ランニングとかはしてるんですけど、久しぶりに階段登りやったんで、結構足に来てますね。まあ、無理しないように頑張ります。はぁ、疲れた。はぁ、無事9合目まで登ってきました。9合目以降がね、ちょっと行けないんで、登山閉鎖中ってなってるんです。7時からなんですね。はあ、しゃあないですね。
めっちゃ綺麗じゃない？御嶽山にこんな展望台あるなんて知らなかった。すごい綺麗。雲が近いな。さっきテレビ局の方にインタビューを受けました。今日は9月27日で6年前御嶽山が噴火しまして、約60人ちょっとの方がお亡くなりになられたり、行方不明者も今もねまだ見つかってない方もいらっしゃるんですけど、っていう事件が、まあ、災害ですね、災害が起きまして、なんかね別に知り合いが亡くなったわけでもないんで、あんまりこううまくね言いたいことが伝わったかわかんないんですけど、ただ山ってすごいなって思うんですよね。その危険と隣り合わせっていうのはもちろんなんですけど、でもそれでもやっぱ登りたい、いい景色見たいってやっぱ惹かれるものがあるってのはすごいやっぱ魅力的に感じますし、いいものだなって思います。うまく言えないけど、なんて言うんだろうな、冒険っていうか、うん、もちろん安全をね工面して安全に参考するんですけど、でもやっぱちょっとね石につまずいて転んだだけで本当に頭を打ったりとか致命傷になる時だってあるので、本当に気を抜けない行動なんですよね登山って。でもそれでもなんかそれでもやっぱり行きたいってこう思わせてくれる、思わせてしまう山っていうのは本当に言葉ではなんか言い表せない魅力を持ってる気がしますね、うん。まあ本当にもう運が悪かったとして言いようがないんですよ、正直。災害なんでもうどうしようもないんでね、うん、亡くなられた方、6年前に亡くなられた方、そしてそのご家族の方には本当に心からお祈り申し上げます。本当綺麗なんですよ山。本当に堪能しました。帰ります。